じゃあ、ステージ8ですね。なんか見た目がまた全然変わってるんですけど。見た目変わってる上にブロックの数もすげえある。ゴールするためには、丸を全部取る。丸、丸。で、これは、これとペアのオンオフスイッチですね。これ一方通行。これは上昇するやつって感じかな。で、これは普通のバネで、これは壊れるバネだね。はい。どう見ても難しいステージ。右側のエリアでいかにして丸いのを全部取るんですかと。で、しかもここが一回しか通れないらしい。つまり、一回で丸いのを全部集め切るっていうのが必要になりそうだね。上昇気流はブロックを乗せるとどうなる？そこまで行く。そして他の上昇気流が消えるわけではない。上昇気流は下から上に伸びてるわけではなくて、それぞれのマスに存在するだけというふうに考えられる。ただこれでブロックをそっちに運ぶことは可能だけど、これだってさ、プレイヤーがこれは降りるためにやるのか。ああ、理解しました。4回、こっから降りてくるチャンスがあったというふうに考えるべきなのか。ここにある4個をここに詰め込んで、で、なんかこのスイッチ、どこにスイッチあるの？スイッチこれか。このスイッチを1回だけ押せるのかな？このスイッチを1回使うと、これは落下して、ここに落ちます。で、これをもう1回使いたければ、この辺をオンにする必要がある。スイッチは何回か必要そうだよね。だって1回入れたら、ここは全部オフになるから、あ、オンになっちゃうから、もう一回オフにする必要があるよね。で、このステージはバネがありますので、ブロックを上に持ち上げることもできてしまうわけですね。どうしよう。めちゃくちゃむずいステージ出てきた。目標タイム2時間。ちょっと今、録画中だけど、予定があるので途中で、ブツッと切るかもしれません。ここはなんかこういうことをやらせたいよなというふうにはまず見受けられますよね。ただ、これがここにあるからとて、下から入ってきて、丸いのを全部取る方法は全くないわけですけど、これを切ることでこれは落下するんだよな。でもこれに乗っかっちゃうと、それっきりだから。これ、バネを持って、こっから落下して、で、バネ使ってこれを全部取ればいいのかな。ブロックを4個下に置いて、で、スイッチを押して、バネ持って、落下して、なんかうまいこと全部取って出てきて、これ取って、バリア取って、そうすると、あとはこっちの世界のパズルなんだよな。これを、もう一回、押す方法みたいなやつをなんか考えないといけないのがこっちの世界だけど、ちょっと正直考えられないな。今は。仕込みだけできるけど。そっか、左に流されるの、これ。左に流されるよりも上昇する方が勝つらしいぞ。じゃあこれ置けへんやんけ。落下中にこれ置くべきだったのか。ちょっとそれ試してみるか。落下中に物が置けるか。置けないと思います。ん？じゃあ4つ置くのがまずできなかったって感じかな。こっちに置いても上からまた降りてくる、物を持って降りてくることはできないから良くないだろうな、多分。
高さ2段にして物を置くことができないので、ただ4つやらないとバネをこっちのエリアに持ってくることはできないので、ここはここでなんかこれはやりきれないといけない仕組みな気はするような。で、入れ替えもできないわけですよ、ブロックの。最初から左を向いていたとしてもって感じだよね。うん、流れちゃうね。これを持ったらもちろん進むわけだ。落としても意味がない。ジエンドって感じがしますか？知らん、男。でも、こっちのエリアは、まあ、登るともうって感じだよね。だから、なんかもう全ての仕込みが終わったら、初めて登ってよしってことになるわけね。こんなの作るなよな、こんなステージを。ねえ、このバネは壊れる方のバネで、最大の高さ飲んだら壊れるんだよね。ちょっと待ってよ、説明書見して。壊れる方のバネは、壊さない限り普通のジャンプ台として使える。で、最大の高さっていうのは物を持ってると2マスだから、まあ、2マス飛んだらアウトらしい。1マスだけ飛ばせるようになったら、ブロックをジャンプ台を壊さずにまだ飛ぶことができるかもしれないってことなんだけど、ジャンプ台自体を、壊れないジャンプ台自体を上に運ぶことができるとちょっと楽かなって感じだが、これは壊れない、うん、これを持って、だけど2マス以上飛べちゃうと壊れるから、まあまだわかんないな、全然わかんないな、ここやらせていることがわかんない。これを押すとこれが落下する、で自分はここにいるなんだよね。それも変だな、こっち側から自分はこれを押しに行きたい気もしないか。で、ここにいてこれを押したら、これが落下して、自分も落下して、ここが出られなくて終わりじゃんね。それを防ぐためには、ここ、なんか反転するまでもなく、スイッチが一回しか押せないんだよな。これをここに詰めといたら何か起きるかというと、オフのものだから、追い詰めとければ、一回押して、落として、で、その時に、これを全部取り切れば、これごと、これがダーッと落下してくることになりそうではあるけど。いや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 、むずすぎるっしょ、これ。複雑すぎるわ。右の剣ですら不完全燃焼感あるんや。左のエリア、ボタンを押しに行くことすら許されない。そもそもだもんな。だって、左のエリアにたどり着けないんだもん、まだ。プレイヤーは上り下りは自由にできる。バネに乗っければ物を運ぶこともできる。一番下の段にあるこれの使いどころって何なんだろうな。これはさすがにもう持ち上げられないから、デザイン的な意味以外に意味があるだとしたら、上から
一番下の段に落下するのを防ぐ。壊れないバネをめちゃめちゃ活用したいわけで、これはね、2段登れるから。これ今下に森がなくて、つまり上に上げた石は下に下げることができないんだな。バネ物持った状態で、今だと1、2だよね。だからこうあったここの段にあったブロックを2段上にリフトする。だけどそれをするとこれは壊れるので、1段だけ上げるってことができるかというと、つまりここに壁がある状態で、これがこのブロックだったとしたら、1段だけだから壊れないんだよね。それだったらこれとこれを入れ替えることも不可能ではないように思える。これを一番下に落として、で、やってみっか。これはちょっと動いてみないと頭の中だけでは絶対無理だね。これ一番下に落として、落とせるんだっけ？一番下って。一番下に落とすという概念がありえないんではないか。いや、下ろせないよね。だってね。これを、ここで下ろせないんだもん。下ろせるんだ。はしごあるのにそれ通過するんだ。ここは下ろせないのよ。これは下ろす先がはしごだから。下ろしたいマスがはしごの場合はダメだけど、下ろしたいマスを通過するところにはしごがある分には大丈夫だと言ってるの。これは下ろせないよ。これは、まあ、このバネがあるからっていうのはあるけど、はしごがあるから、ここにバネがあったとしたら、これは下ろせないでしょ。あ、はしごは、障害物ではないんだけど、他のブロックと被せることができないっていう、なんかすごい絶妙なポジションにいるね。で、これを、よいしょだから、ここが、これに防がれていたとしたら、これを持って、こうできるんですよね。あ、でもこれ一回しかできないね。そうだね。一段上げて終わりじゃん。だったら何？そんなに何回も何回も使えるもんじゃなかったね。そうだよね。そりゃそうだ。そうだよね。そりゃそうだ。うん。まあでもそれが分かっただけでもいいだろう。これは、物を持って、こう降りてきて、ここ来て、置いて、この二つを取ると、ここは空いて、入れるって寸法なんで、まあ一番上の段にあるものをここに置くのが一番硬そうだよね。そうするとこここうやって来れるようになるから、この段に物が二つあって、一個はここ、一個はこうやって持ってくるっていうのをやれば、ここは解放できて、でこれは解放できて、これをこっちから、こっちから開けると、これごと、ここになって、でもやっぱここで詰まる件がな、解決しないよな。未だ何も言えず。やばそう。やばそうだな。右と左がこれパキッと分かれてるのはどっちなんだろうね。騙しだったらやばいよ、これは。実はこれ左で使いますとか言われたらマジでやばいよ。何から考えればいいんだろうな。右側のエリアを全部取る方法を考えるべき。いや、ここがクリティカルに何も分からないのがやばい気がするんだよな。まあでも分かるところから潰すか。これ上から自分がバネ持って入れなかったけど、石4つ持っ
ってこう入った場合に何ができるかというと、乗っかってる乗っかってる乗っかってるだよね。これを切り替えてるからね。乗ってる乗ってる乗ってる。で、自分はこのままこう石を持ったまま落下してったら落ちちゃって下行っちゃうんだよな。下行っちゃうんだよな。何もしないと。で、一番下まで落下すると、こんなのは、だってどうしたって取れないぜ。取れるね。だってこれはオンなんだもん。だから自分は、あれだよ、ここに来てのミッションは、これに流されることなく、ここの上に乗れないといけないんだな、まず。ああ、でもそう考えると、何が？このルートがないってことだけわかるよね、それだったら。ここに物が置けないんですよ、今の感じだと。いや、置ける、まあ置けるけどさ、置けるわな置けるけどな。 1,2,3 みたいな置き方ができるもんね。で、4個目をこれをオフにした後で持っていくと、持ってきてここに乗って、ここに乗って、ここに乗ってる状態にあるから、で、これは全部オンだから、ここにいて、これを取れる。まあ、これも取れるだろうな。で、そしたら次、これとこれになってて、どっちかを取る。と、その下に落下してしまう。ね、もう片方をどうやって取るかが問題になる。バネがめっちゃ欲しいよね、そしたら。バネがあると1,2,3,4 だから多分届くのよね、これ。バネ欲しいよな。でもバネ欲しいんだとしたら、この4個の石をバネが最後に持っていけるように、邪魔にならないように配置しきらないといけないよねっていう課題があるわけ。入れ替えなどできたらいいわな。もうちょっと頑張ってみようか。何かできるかな。流れてきちゃう。ここに置くと終わり。奥から詰めるとしたとしてでも、高さ2には置けないので、マックス4。しかも流れるので、3までしか置けないので、やっぱ石が1個。こういらんやんね状態になるよねと。これ邪魔よねと。ここに置いても邪魔よねと。下から入る。下から入ったら本当に出られないよ。これはもう絶対にこっからの出口なの。わからないことが多すぎてね。まず、この岩、どうしようもんだよね。で、あのスイッチどうやって押しに行こう問題。左下のエリアにいつ行くんだろう問題。一回切り替えたスイッチ、もう一回どうやって押しに行こう問題。そもそもスイッチ押しに行く道がないよ問題。全部未解決。やべえ。やべえねえ。で、この高さまでしかないので、ここに物を持ってくるのが最低2個って言ってたのは、まず、ここに2個持ってこれないといけない。だけど、バネが一回しか使えないので、上に持ち上げられるものは一つ。バネを2回以上使いたければ、そもそもこれのストッパー、
これが2段以上飛ばないようにしたいから、ここになんかもう頭止めのものが欲しいよねってなっちゃう。でもここに止まるものがあったとしても、ここにあるブロックを1個上に持ってこれるだけで、ここには持ってこれないんですよねってなった。でそれを解決するのはやはり君が上に来るべきではないのかと踏んだんだが、君を上に持ってくるためにはこの子が一番下に降りなければいけなくて、でこの子は物を持ってると2段しか上がんないので、これがせいぜい ここに持ってこれるだけなので、全然ここには至らんと。上階でここに物を置こうよねの発想がまずダメっぽくて、じゃあ下なんじゃんってなるよね。ここに物を置く、知らんけど。でそうすると物を持ってこれるので、下に降りることは可能ではある。スイッチがオフの今の時点で行くしかないのか。上の階にある、ちょっと待ってよ、上の階にある石を下に置くことができないって言ってなかったっけ、さっき。下に置くことができないんだよな。うん。なんで、高さをずらすためには、一番下に落とすか、バネ使うしかないってなった。そうですか。まあ今んとこここぐらいしか、あれ？ん？ん？これ置けない、なんで？え？なんで？え？あれ？ちょっと待ってよ。ん？あ、もうそういうのやめてよ。ジャンプ禁止じゃなくて物置くの禁止じゃん。わかりにくいな。これはダメだろ。このブロックの上にも乗っている間は持ち上げることはできません。言ってよー、なんかまたそういうの食らっちゃったな。ジャンプできるんじゃねえかよ。じゃあ、まあ、まあ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 、え、なんか色種類違うよね。これはジャンプ禁止、これは物を持ち上げ動作が禁止なんですよね。だから物の上げ下げが禁止っていうふうに言うべきだよね。これはこれが下ろせないの今。だけどジャンプは可能、つまり、ここに物は置けない。ただこの上に物が置ければ、別にそれは関係なくなる。今やりたいのは、物を持ってこう落下したいと思っている。そうしないとここに行けないから。もしくはバリアを突破する。まあどっちもできないね。真ん中に物を置ければいろいろ楽なんだよな。真ん中に物を置く。外に出した方がやりやすいっちゃやりやすいが、どうせ持っていける高さ同じ、一回壊れるバネっていうのを持っていくメリットがあるのかな。だいぶこのステージはなんかもうギブアップ
色が強い。スタートの手の出し方が多すぎて検討に入れない感じ。です。あー、どうしようかな。ヒント見ようか。ちょっともう早々にやばい。これはオブジェを積み上げてスイッチの落下道をキープ。ダメだ、またスイッチの話されてる。もうスイッチ押した後の話してんのに、俺ここまでいけないのにな。こことここになんか置いてほしいって感じ。落ちる。これがオフになった時にこれもオフになってれば、このまま落下する。でこのバリアも取れてれば、だオフ、これとこれとこれが全部オフになってれば、このスイッチがダーッと落ちてくる。まあここで止めたいような気はするけど、あ、ダメか。ここって多分スイッチのオンオフも許されないんですよね。その同じ操作だから。持ち上げと同じ操作が一切効かないとなると、ここにスイッチを置いても意味がない。で、このスイッチはどこで操作できるのかというと、ここに置いたら操作できるから、ここだけは通過して、ここで置いときたいみたいなこと？少なくともここは、だから、ってなっちゃった。上昇中にここで降りることはできない。壊れる場面、わざわざ壊れる場面にしてるってことは、壊さないで使えっていうことなんだよ。そらそうだよ。そらそうでしょ。ダメだ、意図がわからんねえよ。もうちょっと誘導を正しくしてほしいな。左と右で分かれてるっていうのも自分の思い込みですからね。なに、右のバネ左に持っていく説も捨てられないからな。何かやらないと話にならないんだけど、何やるか決まんない感じなんだよな。どうしようかな。少なくとも上のエリアのここにはブロックを置きたいんだろ。だけどこのブロックを取り外せないとまた意味がないんですよ。まあそれはおいおい。さあ、こうなってるとバリアを取る。ここの足場が逆転しちゃうんだよね。この上にブロック置いとけば、これがトンって落ちるから、もう一
回スイッチ入れ放題になるんじゃないの、それだったら。なるけど、もう一個持ってけないな。上はこんなもんなのかな、じゃあ。これジャンプ台として使えない、ただの足場なの。ただの足場。下にあるジャンプ台も、持っていってもあそこは、石を置けない足場だし、だから、なんだろうな、なんだろうな、なんだろうな。この状態からできることはなんだ。このステージの方向性はなんだ。あのスイッチを押しに行くのはいつだ。上の段と下の段のどこに何を準備すればいいのか全部わからんぞ。うん、まあでもできることも少ないんだよな、多分ね。バネの位置的に、こんなにいろんなブロックを上に上に持っていこうみたいなこともできないから。もう一回下のバネを上に打ち上げるをやってみようかな。そのバネを上に持ち上げたけど、バネの下に、あら、壊れバネを、壊れバネを一番下の段に持ってきて、このバネを上に持っていく。持ってきて、ここを。で、ここにあるので、このバネで飛ばせるブロックは同じ段にない。ないね。もう一段下だったらよかったのかな。もう一段下だったら、このブロックを、どこに持っていける ?1?1? うん、この高さに持ってこれるんだよね。それが何か、つまりこの石が何ができるかってことになる。この石でできることって、まあ、ここに置くと、ここに置けるってことだよね。その高さに2つあると、ここを埋めることができて、できて、石を1個持ってこれるかもしれない。ちょっと下に沈むことはできるかもしれない。それなりだけど、バネを一段低いところに置くべきだったかもしれない。バネを一段だけ上に上げたいってこと。こいつの意味はマジでわからんな。バネを1段だけ上に上げたいということは2段飛ばせたくないわけなので、2段飛んじゃうのは、ここに何か欲しい。けどここには何もない。だからこれが飛びすぎるのを防ぐ方法はない。この高さにブロックを置きたい場合は、これを落として、あれなんかそれ本末転倒じゃない？このブロックをここに置きたかったのは、本目的だったはずなんだけどな。あ？あ？あ？何言ってんだっけ？バネを、上げて壊れていない
状態で、これが、ここに持ってこれる。あ、多いよね。これ置ける。これ持って、左降りられる。以外にやれることは？もうちょっといろんなものを持ってこれたりしない？このブロックを下に捨てていい？いっか。こうなって、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 これはもうキッパになっちゃうな。このスイッチに対してなんかオンオフを切り替えることはできるかもしれんけど、あとこっから上に登るっていうのがあり得るのか。だから上に登るルートはここを使えばいいじゃんっていう風になってる。かもね。で、あとは、まあ、ここでも行けるんだけどな。あとは何が欲しいんだっけ？この状態でスイッチを入れちゃうと、スイッチ上の段で挟まって終わりやので、上の段で、やっぱこの辺のブロックは上に置いてあげたかった感はあるのかな？いやどうも、それをするには、もうブロック的には、一番下にバネを置いた時点でダメなのではということかな。バネをどこに置いて、ブロックをどこに持ってきたいのかっていうのを全部目的をはっきりさせて動けないと、まあ、むずいんだろうなって感じだよね。ただこっちはこっちで、どうも納得がいかない。これを全部押し込むわけではないけど、バネを持ってこれないと全部取れなそうな匂いがすごいエリア。バネを持ってきたければ、バネを持ってきたければ、石を4個捨てないといけないが、それができないのはここのコンベアのせいなんだけど、コンベアを止めようとすると、次の物体を運ぶことはできない。4個こうやって置くことはできない。どっかが2段にならないといけない。どっちかが2段にならないといけない。だって下の段が挟まってて、上から持ってきて手を離すってことも多分できないよね。置けないと置けないから。置く場所がないと置くモーションが発動しないから、ハマって終わりなんだよな。多分。上にあるブロックは下に置かないと置ける発動はしないので、高さ2段は絶対無理なんだよね。だからこの状態で、やっぱ横4は絶望的に無理だから、スイッチングによってあらかじめ複数個落としておくというのが多分、求めてる形なんだと思う。だからこれはある程度落としたところで左のスイッチを入れて第1弾を落としとくみたいな動き方になるんじゃないかな。多分ね。ここまで来てスイッチングを切り替えてあいつらを落として、あ、今ちょっと試せばよかったな。最後のブロック右に置いてちょっと様子見してみたかった感もあるな。あの、どちらにせよここに、ここか、あ、いや、ここか、ここにブロックを置けてれば、いや違うか。自分が上に登った後に降りてくる方法はないよねっていう根本的なところが解決できてないな。
これを押したらもう終わりなんですよね。出られないから。ここが辛い。で、ここが辛いが、これをやるためにはどう考えたって、こいつらが逆転するような仕組みが欲しいわけよ。やっぱりブロックがここで、ここかここに置いてあるみたいな形にならないといけない気がするが。ここに物を置くかどうかはあまり意味がなくて、どっちにせよこのブロック、このスイッチはここに落ちる。このままだと。で、自分はここから抜け出すためには、スイッチを押して、そうするとこれは絶対落下だもんな。2回スイッチを押すことはできない。スイッチを押す、これは落ちる。自分がここに降りて、こっから抜け出せないといけなくて、こっから物を持つこともできないので、ん？じゃあ何、方法は何もないな。バネを入れる？何言ってんの？二段分必要だっていうのがやばくて、ブロックが置いてあったとしても出ないからダメでしょ。で、ブロックがないと、この切り替えはできないでしょ。切り替えは一回しかチャンスがないから、下に置いててもダメだし、ここに物があろうがなかろうが、障害物になります。このバリアはこれを押せないと多分取れないと踏んでて、ここに登ったらこれを落下することが許されん。ここをこっち側から入るルートを考えようとすると、ここにブロックが2個以上ないといけなくて大変、大変しんどい思いです。はしごから飛べないよね。ここに欲しくなっちゃうんだよね、それだと。まあ、こう。辛いよね。ああ、スイッチを押した直後の動き方が、正解が分かってないね。スイッチを押してからこのパズルを始まるのに、スイッチを押した後に移動不可能になってちゃ世話ないよな。って感じ。スイッチを押す。スイッチは必ず落下する。落下すると落下する。落下すると落下してここにはまる。ここに何かがあろうとも。ここは落下する。ここにあって、これがここに置かれたとしても、プレイヤーはここに降りる。ダメ。これがここにある。プレイヤーが降りる。ここにはまってるものがあっても取り出せない。ダメ。こう。これがここに落ちる。これが落ちる。出られない。ダメ。左から入るがもう無理なんですよね。だけど、右からは多分これを押せないというルールがあるので、上に登り、何が必要なのこれ。上に登るのが嘘なのか。え？これを押す。戻れない。ジャンプできない。ジャンプできるけど、ジャンプできない。空間がないから。プレイヤーがこっちに行って、こうなるのが確定で、その後ここのエリアを抜ける方法さえ見つければ勝てるんだけど、そんなことが、絶対無理なので、終わったんですよ、私、ここのステージ。また何か説明書を見ないと分かんない仕組みがありますか？魔法禁止ブロック。持ち上げ魔法は使えないという説明がある。持ち上げ魔法って何？
持ち上げ魔法 X キー。ハンドルモードのオンオフと持ち上げ魔法は説明書的には別扱いになってるから、ここに登ってもスイッチは押せるのかな。じゃあ説明書通りで行くと、これスイッチ押せるはずだな。ここに登ったとしても、それしか考えられないもんな。これここにブロック2つ積んで、右からこれを押す以外考えられなくなっちゃった。ブロック2つここに持ってくることを考えるべきなので、2回上に持ち上げないといけない。辛いね。この高さ、この高さがしんどすぎるんだよな。この高さにあるバネを使っても持っていけるのはここの高さだよね。もう一段上を狙おうとすると、このバネを一個上に上げないといけなくなっちゃうんだよな。全然無理なこと言ってるよね。はしごはあるけど、ここに登るためには使えんし、これ左から入ったら明らかに何もできないのが分かってる。順序がおかしいんですよ。だってバリアが取れてれば、これを切った後にこうやって降りて脱出することができるのよ。だけどバリアを切るためにはこれを全部取らないといけなくて、これを取るためにはスイッチが押されてる前提があるから、順序は逆なんだよね。まあでも要点は、バネとブロックを、バネとブロックで最終形何を目指したいんですかという問いなわけだよな。肝はもうここだけ、ここの話。ここの話でできるできないが解決したら、ここでやれることも決まるし、この方針も、まあ、ここの方針はちょっとまた別の問題だけどね。これ完全に別クイズだけどね。で、行くんだけど、複雑すぎる。複雑すぎる。ね、スイッチが落ちな。落ちる。1段でもダメ、2段でもダメ。3段、あ、でもスイッチが1段だけ落ちるはまだありなのか。これが1個だけトンって降りて、プレイヤーは出られるから、とりあえずな。出られれば、こっち側でこれをやってバリアを解放してっていうのもできるのか。だったら、ここに3個積むってことに、ん？いや、うん、3個積むってことになって、よりむずいんだな。無理だよ。ここに物を持ってくるなんてもう、無理。だからこれを1個落とすとダメだろうな。多分だいぶきつい。2つを、いや、いいのか。あ、いいんだ。そうだ。これが、ここでもいいんだ。こういけるんだ。そうだ。それだ。ここだ。スイッチは、ここで止まるだから、でもここ、2段じゃん。2段、上の段に2つ持ってくるのってできたっけ？できてないんだよね。2回、持ち上げる必要があり、
この高さでこれを使うと一回使って壊れて、これをここに持ち上げて終わりなので、これを上に上げられん。これが壊れないようにするためには、ここに頭打ちになるものが欲しいけど、そういうものはない。で、この高さにないと、ここに持っていけないので、この高さにバネがあることは必須ではある。で、ここのバネを下に下ろすと、もうこの高さにバネは持ってこれないので、辛い。で、今の考えだと必ずここに2つ必要。さて、どうするか。さて、どうするか。2つ。もし、2つ。2つ？本当？1つだけいい感じのとこ置けないのかな？このブロック、これを押して、これが切り替わる。これはここに落ちる。もう一個ここに置いときたい。無理だね。横に置いてもしゃーなし。上の段に二つ。一つ持ち上げれば、それが頭で突っかかるようになれば、バネは壊れないけどね。バネを壊さずに、バネを壊さずに持ち上げられればいいのか？いや、でもバネは高さそこで壊さないがありえないんですもんね、今。下のバネが使いたいが、下ろしたバネを上に上げるには、都度バネが必要なので、二つしかない状況では、かなりしんどいというか無理。一回しかバネで上がれない。上がれて二マスしかない。下のバネと上のバネのシナジーがない。上のバネは下に落としたらいけない。ブロックを上に持ってきたい。上昇気流はブロックは持っていけない。頭を打つようなものがない。一回使ったら普通のブロックと同じ扱いになる。バネ自体を上には持っていけない。二つ以上のバネを持ってことできない。ここに2つ持ってくるっていう発想が間違ってるわ。できない。そうじゃねえって感じか。1つなら普通別に苦労せずに持ってけるけど、それは答えではないからな。これを持っていくが、これも持っていきたい。だ、これを持っていくことはできんのね。この高さにあるものをもう一個上に持ってくるためには、ここの段にバネがないといけないから、それはできんでしょ。できんのよ。だ、このブロックってめちゃめちゃゴールに近い割に何も使い道がないんだよ今は。これが使えないんだよ。そんなことあるって感じだよね。こいつはバネを使うと上に持っていける。まあ上はダメだよ。ダメでしたね。んで、ここの剣は、
普通にこれを左にスライドさせることができるから、ここには置ける。これを下に下げられればね、いいんだけどね。こうなったら、さっきと同じ。ん？違うか。あれ？これもう一段上に上げるんじゃなかったっけ？それをやるためにあれか。バネ自体を上に上げるっていうやつ必要だったやつだ。そうだった。ここの高さに2つ以上あってもダメなの？いらない。バネ自体を上に上げるには上を使う必要がなかった。ああ、結局これの件が解決しないことにはこのステージはクリアできないということです。このスイッチのスペースをどうしたいかということね。一旦ちょっと今日はここまでにしようかな。はい、では